武市半平太死亡の知らせを受けて失意に沈む龍馬、悲しみから逃れるように酒に溺れる龍馬の前に現れたのは長州の桂小五郎と薩摩の西郷吉之助だった。やり場のない怒り、藩の命運を背負った責務、おのおのの思いをぶつけるかのように三人は衝突する。この出来事が歴史を一歩動かしたということを龍馬はまだ知らない。束の間の安らぎを得た龍馬は再び真実へ向けて歩み始める。斉藤、お前何しとったんや。何かあったのか。何やと。お前
源さんのことまだ何も聞いとらんのか。井上がどうした。いや、そしたら豚所に行け。行けばわかる。斉藤か。井上。何があった。ピストルで胸を2発、刀でとどめを刺された後、川に投げ込まれたようです。銀の獅子の仕業でしょうかね。ええ、知れたことだ。だからさっさと隠居させろっつったんだ。大した力もろくに剣も触れなくなってるって陰口叩かれてたからな。そんなことはない。源さんの腕はまだまだ衰えてはいなかった。きっと不意をつかれて抵抗することもできなかったのだろう。そうすか。じゃあやったやつ褒めるしかないってことか。ピストルを使ったにしろ100人を率いる6番隊の隊長を仕留めたんですから、ね、谷といい、鈴木といい、源さんといい、いや、弱い隊長を持った隊員たちはかわいそうなもんだよな。佐之助さん、それはちょっと言い過ぎでしょ。何が言い過ぎだバカ野郎。長州やら金の方がまだまだのさばってんのに、新選組の隊長が3人もやられてんだ。松原も死んだ。最強新選組の名も地に落ちたってもんだろうが。俺らが今勤王派の志士どもに何て言われてるか知ってるか。幕府の府。俺らは幕府の捨て駒だって言われてんだよ。捨て駒ですか。覚えてるか、土方さんよ。半年前だ。あんたは新選組に入りゃ旗本に取り立ててくれるっつったんだ。だから俺は最強の組織を作るために京に来た。それがなんだ。最近じゃ素性もよくわからねえ野郎まで隊長になってやがる。とにかく俺にとっちゃ上位やら勤王やら人中報告なんかどうでもいい。これ以上新選組がなめられちまうことの方が問題なんだ。佐之助、ほら今日の町で飛車角になって暴れ回りてんだよ。だから俺に返しをさせてくれ。源さんを殺した犯人を捕まえるということか。そんなんじゃねえ。誰が犯人かなんて問題じゃねえ。今すぐ今日の町の宿という宿を攻めて勤王志士たちを根こそぎぶっ殺す。え、でもそんなことしたら源さんがどうして殺されたのか分かんなくなっちゃうじゃないですか。だからそらどうでもいいっつってんだろ。このおっさんの死を利用すんだよ。隊長を殺された犯人を捕まえるって大義名分さえありゃそれでいい。それを理由に京の町を制圧する。新選組の落ちた名を再び最強のもんにすんのさ。長、あんただって
新選組を使ってのし上がりたいっつってただろ。なあ、今すぐ俺を生かして。おもろそうな話やな、佐之助。せやけどそれ、一番隊がやらせてもらう。掃除。文句あってもわしは止められへんで。どうしちゃ。ちょっと待ってくれよ、沖田さん。一番隊がやんのはかまねえ。だけど俺も一緒にやらせてくれ。俺とあんたで一緒に源さんの仇を。なあ、いいだろ。安心せえ、佐之助ちゃん。誰もお前のことを幕府の不やなんて思うてへん。はあ、お前は新選組の不や。そこんとこよう覚えとくんやな。一番隊。行くで。はい。くそ、なんだだりゃ。くそ、いくら沖田さんとはいえあんな勝手が許されんのか。まあまあ落ち着いて、佐之助さん。沖田さんがああいう感じになっちゃったらどうせ止められないんだし。とにかく俺は納得できねえ。こっから先は十番隊は十番隊で行動させてもらう。はあ、それにしても面倒なことになっちゃいましたね。どうするつもりなんですか、副長。奴らが手当たり次第志士たちを切りまくれば新選組の正気を疑われる。無論止めるしかあるまい。止めるってどうやって。斉藤君、君は沖田を追ってくれ。今の奴は何をしでかすかわからない。面倒を押し付けてくれるな。佐之助さんの方はどうします。簡単だ。あいつは掃除とは違って源さんの仇に対して恨みがあるわけじゃない。適当に酒でも飲ませて憂さ晴らしさせておけば落ち着く。酔わせて眠らせろって。平助、言ってくれるな。いいですよ、新選組で酒代持ってもらえるならいくらでも。頼む。はい。一つ聞かせてくれ。なんだ。沖田と殺された井上はどういう間柄なんだ。紫衛官以来の仲間だが。それを言えば山並圭介もそうだったはずだ。だが山並が死んだ時とは随分反応が違う。沖田は井上に何か特別な思い入れがあるんじゃないのか。特別か。確かにそうかもしれないな。教えてくれないか。うん、それは掃除から直接聞けばいい。そうすれば君が追いかけてる李神流の謎に近づけるかもしれない。そのためにも掃除は君が止めろ。おそらく奴は源さんの死体発見現場に向かったはずだ。分かった。それはどこなんだ。伏見の屋敷町南の船着き場らしい。気をつけろよ、斉藤君。今の掃除を止めるのは命がけになるかもしれん。
少しやすいかがでしょうか。見ててよお客さん、いろいろありますYeah.
斉藤さん。山崎か。伊藤さんから伝言を頼まれましてね。参謀の伊藤が。伊藤さんもこんなところで新選組を潰されたんじゃたまったもんじゃないですからね。なんとしても沖田さんの暴走を止めてほしいと。それでことづてってのは。沖田さんは今ムクロ街で一番隊に招集をかけているようです。何？井上さん殺しの犯人に目星をつけたようで、何でもコムソウを探しているとか。コムソウ？ご存じないですか？深い編み傘かぶってよく尺八吹いてる連中ですが。いや、コムソウのことはわかる。そうじゃなくて、コムソウが井上を殺したというのか。さあ、私には分かりませんが、沖田さんは何か掴んだらしい。ですが伊藤さんはとにかく一番隊の暴走を止めるようにとのことです。斉藤さんにはムクロ街に向かっていただきます。山崎は。あ、伊藤に伝えとけ。たまにはてめえも自分の足を動かせってな。いいでしょう、お伝えしておきます。ですが一番隊の件、確かにお願いしましたよ。Shit!
あ？どうした？お前ら一番隊だろ。かかってこねえのか。沖田さんがあなたをお待ちです。斉藤さん。何？この先へどうぞ。沖田が俺に話があるってことか。井上さん殺しとみられる虚無僧の正体が分かりましてね。そのことで斉藤さんに聞きたいことがあると。どういうことだ？私の口からそれ以上は言えません。分かった。Yeah!
な、あんた。クソ、すぐ出てくるんや。おい、逃げるな。なあ、起きた。何のつもりだ。とぼけんねえ。ネタ上がっとる。何？お前が源さんやったっちゅうことだな！なんで俺が井上を殺さなきゃならない。お前らは小武装を追ってたんじゃなかったのか。ああ追ってたわ。せやけどもう追う必要あらへん。なぜだ。その小武装の正体はな、坂本龍馬っちゅう男やったからや。なんだと。勤皇派の間じゃ有名な話らしいやないか。小武装の成りした坂本龍馬、最近京でうろついとるらしいの。その話本当か。土佐や長州の浪人どもを締め上げたら白状しよった。それにお前やったら納得や。あの源さんかてやられてもおかしない。待て、坂本龍馬は俺の他にもう一人いる。そのことはあんたも知っているはずだろ。知っとる。せやけど源さん殺す理由がお前にはある。理由？とぼけんなよ。お前が殺したんやろ。源さんが覆面の男やっちゅうことを知ってな。本当なのか。その話はどこまでしらけるつもりや。お前本当なのかって聞いてんだ、大きさ。答えてくれ、起きた。
師の敵討つのは弟子の務め。真の理心流の奥義味わわせたるわ。真の理心流、何を言ってるんだ。さあ構えるよ、はじめちゃん。あんたが追い続けてきた天然理心流、最後の謎が目の前にある。勝てばわかるという話だな。来い、起きた。俺はお前に勝つ。そして全ての謎を明かし、坂本龍馬としての人生を取り戻す。気合いや、行くで、坂本龍馬。
負けたんか、李信流が。井上を殺したのは俺じゃない。おそらくもう一人の坂本龍馬だ。起きた。覆面の男が井上だったってのは本当なのか。その前に一つ教えてくれや。どうやった、わしの李信流は。俺が追っていた李信流だった。立ち筋、技、間合い、全てが一年前感じたもの。覆面の男そのものだった。そうか、それを聞いて安心した。これでようやくわしはあの人に追いつけたっちゅうわけか。師弟の間柄なのか、あんたと井上は。そんなもんやない。わしにとって源さん、いや鴨さんは。久々に聞くな、その名前。イサミちゃん、そろそろこの人に本当のことを打ち明ける時が来たようだぜ、五郎ちゃんよ。今度斎藤はじめさんよ、あんたに全てを教えてやる。天然李信流の謎、それに新選組最大の秘密をな。